はい、皆さんこんにちは、リコブラックラムズの堀米です。今日はスキンフォールドを測定します。まあ体組成ですね、僕の体重、筋肉量、あと体脂肪率か、はい、を測るんですけど、前回この体組成を測定したのが約2ヶ月前。そこから、まあ、このシーズンオフ中どれぐらいトレーニングを取り組めたか、どんな食生活をしていたかっていうのが、まあ、もろに数値化されるので、ちょっとドキドキしてますけど、まあ、測っていきたいと思います。はい、ということで食堂に移動します。めっちゃ痛い。 85.4 だよ。これ壊れてる絶対。そんなはずはないはずね。めちゃくちゃ減ってません？めちゃくちゃ減ってる。こんなに減っていいんですか？体的に減ってなくないですか？ほら、あ、びっくりした。 87.4。 YouTube 的にいいんじゃない今。ね、焦った。隠す。ありがとう。はい。35.15。顔抜けてますか？抜けてる。なんで？昨日まで遊んでました。あ、昨日行ったの？今回多分僕脂肪減ってると思うんですよね。で、体重も増えてるし、良くないですか？体重増えて脂肪が減ってたら素晴らしいことですよ。このオフシーズン中下ろした方がいい。あ、ごめんなさい。後ろ姿が違うの。でもでかくなったもん。トモヤもでかくなった。そうっすね。やっぱね、プレッシャーがないと体重のコントロールがしやすいんですよ。ね、じゃあいつも毎年はいつもプレッシャーがあったこと。はい。切れてるな足。切れてるな足。オフ中なのに切れてるな。あ、いいですよ。終わり？うん。今日はこっから冷たい攻撃が。これ苦手なんだよな。これ。いくよ。さ。このチェストさ、ないだろうな。ほら。どうですか？少ないよ。体脂肪、脂肪、うん、ほら、はい、後ろ。オフシーズン中にここまで仕上げてきてくれた。トレーニング行ってんの？トレーニング、はい、寄ってますよ、めっちゃ。だからだ。どうですか、体の見た感じの変化は前回と僕どうですか？前回の方がすごい減ったなって感じがしたんだよね。今ちょっとでかくなってます？うん、ちょっとでかくなってる気がする。バルクアップしたからね。手を後ろに、もっとお尻に、お尻に、分けよ、冷たいところ行く。冷たいよ。だ。ねえ、それじゃあ、おかしいでしょ。どうですか？大まだ行っちゃダメですよ。うん、これ何箇所やってるんですか？7箇所です。7箇所。なんかもう何回もやってるんですか？覚えてください。だそうです。さあ、お腹いきますよ。一番さ、覚えてる？90キロぐらいの時、はい、から比べたらこのお腹薄いよね。だってちょっと一回減ってます。前の数字が分かんなくてね、ちょっとできないかな。後で確認する。このとこ、とても薄いよ。食後いいんじゃないですか、これ。とても、え、これ食後とか関係ないですか？大丈夫ですか？関係ないです。よかった。体重だけですか？大丈夫。大悟さん、大悟さん、お、ジュラシック大悟じゃん。ジュラシック刻んで。ジュラシック大悟。え、来た？来たよ、10.3。来ました、10.3。結構太ってますね。太ってねえだろ。10.3 っていいですよね。太ってるかもしれないです。次、あ、でもこの間の方がいいじゃん。聞いてる聞いてる。この間の方が、あ、でも違う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 。体重上がってるから。体重上がってる。筋肉量が上がってる。はい。この間は10だったんだ。これ写していいですか？あ、全然いいよ。
自分のデータだから見えないかな、うん、短いかもね。これじゃなくてさ、こっちの方がいいんじゃないの。説明しながら、これの方、ここ映した方がいいじゃん。前回、今回これ今日僕の体脂肪率は 10.3%。 めっちゃいいやん。 87.4kg、うん、裸で朝起きた時だいたい 88.5 とかなんですよ。ああ、そうだね。今日朝ずいやっちゃって、朝ごはんとかちゃんと食べれなくて、ご飯もまともに。ごめさんの今年の課題、朝ごはん食べましょう。はい、わかりました。小学生じゃないけど朝ごはん食べましょう。はい、あの朝ぼーっと、あの何ですか、あの幽霊のような後ろ姿はちょっと確かに。朝早く寝ればいいんだ。朝早く寝るでしょ。それでもね、これは違う。切れてます、うん、お切れてます。まだ9月までありますけど。前回は筋肉量が上がってるからいいよ。前回何パーですか。前回は 10% だった。前回の方が少ないそうだけど、体重が上がってるから筋肉量が上がってる。前回よりも体は進化してるそうです。進化してます。このまま次の月9月まで進化し続けてます。体重僕何キロにします。何キロがいいですか。今のままが、今の体重がベスト。90が90無理だから、88ぐらいにして10%。体重88で 10% をメドに筋肉量もちょっと上げてやっていけばいい。わかりました。どうしよう。どうしますか。で来月までにどうしよう。はい、でもし行けたら88の9で88の 9%。 次それ狙います。そうすると筋肉量が上がる。あとは筋肉上げるだけだから。キレも、ね、出ます。動きの。そう、筋肉が上がるだけだから。体脂肪がつくんで、だから食べ方としてはタンパク質をガンガン食べる。タンパク質ガンガン。肉とか魚とか卵とかを上げて。肉魚卵を中心に食べていきます。これから YouTube で。YouTube でしかね、間違えた。あの普段オッケーです、はい、じゃあありがとうございました、はい、お疲れ様でした。番外編でこれマジダメです。どうよかな、ね、アメリカに。いやでも絶対でかくなってんです。ちょダメっすよ、もう終わりっす。ありがとうございました。もう来た12時8。体脂肪率だけちょっと聞かせてよ最後。発表してたよ。発表してた。ダメです、ダメです。ちょ、ごめんなさい、マジ低評価をおすすめ。マジおすすめ。